やっほー、ゴキブリ紳士みそじちゃんよ。今現在私の飼育部屋こんな感じで、スチールラックに収まりきらない生き物たちが床に直置きされてたり、使ってない衣装ケースだったり飼育用品なんかがごちゃついてる状態だから、このままじゃこの部屋にデリヘル嬢呼べねえなってわけで、今日はこの飼育部屋を綺麗に大改造して、お家にデリヘル嬢呼びまくれるようにやっていきたいわ。散らかってる散らかってない以前の問題に、シンプルに生き物を置くラックが足りてない状態だったから、さっきスチールラックホームセンで買ってきたわ。スチールラック買わなきゃなとか、部屋もっと綺麗に改造したいなとかは 2,3 ヶ月前から考えてて、こうやって動画撮ればネタにもなるし一石二鳥だなってのも分かってはいたんだけど、 2,3 ヶ月動けなかったわね。私は夏休みの宿題先延ばしにしまくるタイプよ。てなわけで、やらなきゃいけないことを放置しまくったみそぎを今からやっていくわよ。とりあえず新しくスチールラックぶち込む前に、ある程度ちょっと今置いてあるスチールラック移動させてあげないとセッティングめんどくさくなりそうだから、一旦スチールラックの上に置いてある生き物のケージ全部地面に下ろして、あらあらとスチールラックの場所決めやっていこうと思うわ。だいぶ疲れたけど無事スチールラックの生き物たち避難完了よ。思ったより疲れたし、思ったより時間かかったわ。超久々にモンスターエナジーとか飲んじゃった。ちなみに私が一番好きなモンエナはピンク。心はずっとティーンエンジャー。ピンモンストローにぶっ刺してトー横キッズになっちゃうのかしら。あの子たちの10年後が楽しみです。今からこのスチールラックずらして、新しいスチールラック部屋の中に入れて、ちょっと種類ごとに棚分けたい感もあるから、軽く棚の高さずらしてなんかやっていこうと思うわ。まだまだ地獄は終わらない。てなわけでスチールラック増設して飼育してる子たちを無事に並べたわ。お外にいたメダカちゃんたち中に入れれたり、ゴキブリちゃんたちならゴキブリちゃんたち、爬虫類なら爬虫類って感じで綺麗に分けることができたから、大大大大大満足って感じよ。今からライト類つけてったり、飼育用品だったりを整理したりして、デリヘル連れ込みかのおしゃれ飼育部屋に生まれ変わるっていうわけ。てなわけでまた地獄みたいな作業やってくわよ。本当ならあのままライト取り付けたり飼育用品を綺麗に並べたりする予定だったんだけど、ちょうどいいタイミングで友達から飯誘われてご飯行ってきたわね。我ながら誘惑に弱すぎる。スチールラックに生き物たちを並べ終わったのがだいたい20時前くらいで、友達とそのまんま飯食いに行って、まあ飯食いに行くだけなら1時間くらいで終わるだろうって思ってたんだけど、そのままガルバに行こうっていう話になって、お久しぶりのガルバじゃないか、ワクワクルンルンって感じだったんだけど、ガルバに行く予定がなんでそうなったのかは私もその友達もあんまり理解できてないんだけど、そのまま二人で山に行って赤原イモリ捕まえてたら、あっという間に今深夜の4時になってたわ。一回遊びに出た後作業再開するのなんでこんなにめんどくさいんだろうね。てなわけで現在の時刻4時頃、朝になる前に飼育部屋の改造頑張って終わらせていくわ。多分動画撮ってなかったら普通にこのまま寝てるっていう話。めんどくせえ。生き物をスチールラックに戻し終えた、やった一区切りっていう、すごいいいタイミングで電話かけてきた。あいつが悪い。今度会ったらはちゃめちゃに八つ当たりしちゃおう。てなわけで、完璧に我が家の大改造終わったわ。メダカちゃんのライト強調したくて今明かり消してるんだけど、これなかなかインスタ映えじゃない？全然デリヘル嬢呼べるくらいのクオリティになったわね。早速パワーアップした部屋紹介していくわよ。まずこの棚、ここにいるのは全部ゴキブリ。デュビア以外のペットローチだったり、ワモンちゃんだったり黒ゴキブリちゃんだったり、いわゆる害虫っていう扱いのゴキブリちゃんたちがこの棚に敷き詰められてるっていう感じ。なんかちょくちょくチャッキーだったり、ハギーワギーのパチモンだったり、あとこのちょっと名前ど忘れしちゃったんだけど、私が大好きなドロヘドロって漫画のヒロインの生首がぶら下がってるわ。めちゃくちゃ大好きだったはずなのに名前忘れちゃったわね。大好きだったのに名前を忘れるってなんかエモくていいわね。バカマンコが好きなサブカル系バンドの曲の歌詞にありそう。今中央に映ってる棚に並んでるのは爬虫類だったり両生類だったり
完全に私の個人的なペットがほとんどで、ちょろっと二棚分ライトの真下に6種類メダカちゃんがセッティングされてるっていう感じね。毎回毎回メダカ撮影しようとしてもピントが合わなかったり反射したりで、うまいこと撮れた試しがないわね。そんでもって最後はこの一番ちっちゃいラック、一番上の棚には私のお気に入りの、お姉さんミーはコンドームをつけない派だにゃ、間違えた、これはニャンチューね、ランチューたちが置いてあって、真ん中の棚にはタランチュラちゃんたち、そんでもって一番下の棚にもタランチュラちゃんだったりムカデちゃん、あとはワラダンだったりタランチュラのベビー、ゴキブリ以外の虫たちがこのスチールラックに置かれてるわ。今のところゴキブリ以外の虫だったり爬虫類新しく買うつもりはないんだけど、このペースでいくとまた来年にはラック増えて配置し直してる予感がするわ。世の中に魅力的な生き物が多すぎるのが悪いのよね。用品とか即売会で使う道具はぶっちゃけまだ整理しきれてないんだけど、今日はさすがに体力の限界が来たから、また次の連休くらいに頑張ってせこせこと片付けていくことにするわ。使わなくなった衣装ケースとかってどこ捨てればいいんだろうね。普段生き物のお世話に使う飼育用品系、道具だったらピンセットだったり霧吹きだったり結束バンドはこんな感じで上の方にぶら下げてるっていう感じ。このスチールラックの上の方に置いてあるのは水回りの用品だったり梱包で使うテープ類だったり、ゴキブリの飼育に使うけどそんなに使用頻度が高くないものはまとめてこんな感じで置いてるっていう感じ。その他の消耗品、メダカちゃんだったり金魚ちゃんだったりのご飯だとか、デュビアとかレッドローチにぶっかけるカルシウムパウダーなんかはこのちっちゃい箱、ペットローチだったり寄虫爬虫類の床材はこのでけえ透明な箱、そんでもってこの黒い箱には昆虫ゼリーだったりデュビアちゃんのご飯に使う大豆粉だったり、袋がでけえ餌なんかが入ってるっていう感じね。よく使う文房具なんかはこんな感じでまとめて置いてあるわ。私やたらと物をなくすタイプだから、カッターだったりマッキーだったり結構梱包とか発想で頻繁に使うけどなくしやすいだろうなってものはこんな感じでたくさん買ってたくさん置いてあるっていう感じね。カッター3つ同じ部屋にあるの冷静に考えたらちょっと気持ち悪いわね。てなわけで今日は私の飼育部屋、インスタ映えするくらいデリヘル嬢呼びまくれるくらい大改造しちゃったから動画にしちゃったわ。これあるといいよみたいな飼育グッズとか収納グッズがあったらぜひコメントだったり DM だったりで教えてほしいわ。てなわけでゴキブリ紳士のみんな、良いゴキブリライフを。さっき普通にスルーしちゃったけど和紋の羽化したて初めて見たわね。当たり前だけど羽化したての時はイエローリングみたいな模様ついてないのね。普通にポケモンのフェローチェちゃん。